ちょっとだけ頭のてっぺんをしかめる。昨日劇場公演に行ってのんちゃんのバレンタインのやつ見てきたよ。お、どうでしたっていうのもあるかな。そう、書きました。じゃあ前よりなんだろう、めっちゃ真面目になんか面白みのない書き方はしなくなった。めっちゃ真面目になんかこうこうこういう理由でこうこうこうだからみたいな、そういう書き方はしなくなりました。ひきょねと両思いだね。だって私が書いてる時真横にいたもん。ご本人横にいましたよ。まあそれはね、まあまあ、なので公演に行った時、あ、劇場に行った時はぜひ見てみてください。聞いて、私昨日さ、昨日じゃないね、まずいろんなやらかしを昨日今日でしたの。もう今日ネタの宝箱だよ。 いや、いつもの壁じゃない。よく気づいたね。だいたいみんな気づかないのに。その間場所変わってるんだよ。よく気づいた。誰も突っ込まないから、あ、意外とバレないんだ。そう、意外と気づかないもんなんだと思ったら、さすが。これだけ寝ろ。引っ越してないです。いや、ショールームする場所は引っ越したけど、お家は引っ越してないです。撮る場所を変えたってだけ。すぐ分かってよ、ドヤ。あえてする、気づかない男で参戦だって。昼よりで前座のメンバー変わるのあるんだね。あ、結構前にもありました。2、3回ぐらい。そうだから毎回一緒とは限りません。これ白い壁じゃなくて扉なんですよ。引き戸だからさ、それの隙間。事故ってもタンスは映らないけど、そう、ちょっと今映るとまずいかな。上着が見えます。そう、背中でね、こうやって締めてた。のんちゃん遅くなりましたが、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい、15歳になりました。でも私は昨日年齢詐欺をしてしまいました。チーム8の大先輩のね、ファンの方がいっぱいいる中で14歳と言ってしまいました。いや、待って、となんかその雫は未来とつながる虹になる公園っていう名前言って満足しちゃって、そのままいつも通りやって、全部終わった後に改めてなんかすんなり終わった、なんでだろうと思って、絶対なんかもう一個あったんだよなと思って冷静に考えてたの、一人で。はぁって、絶対14って言ったと思って、毎回15、15、15って意識してたから、そう、今んとこ生誕祭でしか間違えてないの。そう、間違えてないんですよ。でもあの時14って言ってる自覚がなくて、いや、まず年齢をそんな気にしていなくて。そう、メイクさんにね、可愛がってくださってるメイクさんが昨日いらっしゃったので、どうしよう14歳って言っちゃった。ってそう言いに行きました。どうしよう。嘘ついちゃった。って、そう、14も15も変わらないよって言われました。言われました。変わる、
そう、なんか永遠の14歳になっちゃった。いやでも2回目だったから、ね、そのチームメイトさんの公演、名前はそんな苦戦しなかったんですよ、前言ってたから。そう、そしたら自分の名前を、名前じゃない、年を間違えた14って言っちゃって、そう、口が勝手に動いてしまった。永遠の14歳ってまあそう、年齢なんてただの数字よ、大事なのはベビちゃんかどうかそう、赤ちゃん赤ちゃんってずっと言われるいつまで言ってもらえるかね14なのに20ですって言ったらやばいけど、なんか昨日それ同じこと言われた、同じではなく似たようなこと言われた、同じだったか、なんか20か22なのに14って言ったらやばいけどみたいな似たようなこと言われた。そうだって半年間中学3年生14歳って言ってたのに、私15歳になれる前に高1になっちゃったら、もういろいろ大変だよね。みんなが叶えたいのはのぞみで、 AKB48 最年少じゃなくなったらそれなくさなきゃで、みんなが叶えたいのはのぞみ、高校1年生15歳の畠山のぞみですになるから、いろいろ大変もう意識して自己紹介をしなきゃいけなくなる、あの初期みたいにやらなきゃいけない。あと2年ぐらいはどうだろうね。 AKB48 最年少じゃなくなった高校1年生15歳の畠山のぞみです。その時最年少の子かわいそうすぎるでしょ、気まずってなっちゃういや元最年、そんななんか最年少最年少言っててもなんかうざくないうざくない。そうだから昨日は年齢詐欺をしてしまいました、申し訳ない。昨日の公演にいらっしゃった方、オンデマを見ていた方、とても申し訳ないすいませんでした。正しくは15歳です、私は14じゃないです15歳でした。まさかの間違え方をした、そっちで間違えるかと思って、まあ別にね、そんな知らねえよって感じだからいいと思うけど、そう慣れてるからしょうがないしょうがない。あと今日もう一個やらかしました。なんか昨日寝る前に Wi-Fi の調子悪くて一回切ったので、もう一回すぐつけたの、忘れちゃうから。でもなんか Wi-Fi のあのマークあるじゃん、あれがつかなくて、私絶対2回押したの、消してつけてやったの絶対に。なのに朝起きたらついてなかったみたいで、そのまま私動画見ちゃって、なんかもう制限のあの警告来ちゃって、えと思って待ってまだ5日だよっていう。そう、あの先月と同じことをしました。もう嫌だもう嫌だいやまず元のギガが少ないんですよ。そう、あの一般中学生なら足りるけど、あのアイドルはちょっと足りないギガ数なんですよ。そうね、もう足りないそう、またやっちまったから、ちょっともうスマホじゃなくて違うことをしようかなっていう感じですね。え、でも LINE とかは無料だからいいんだけど、無料っていうか、そう、あんまあれだからいいんだけど、通話も無料だし、あの連絡はあんま困んないけど、そう、別に外で動画も見ないしね
フリ V 以外フリ V 以外見ないから、そう言うて困りはしないけど、後半怖いよね。私前回それでドライブ本当にずっと画面真っ黒だったので、またそんな感じになりそうですね。やだ、もう無理そうだからもう私は、え、なんかさ無制限とかしたいけどさ、これかかるじゃんそうやっぱね、お金が無限なら私もそりゃ無料、無料じゃないわ、無限プランにしたいよ用経費ってやつよ、もういっぱいあるそう、え、なんかそう考えた時に私はいろいろ考えたの。あのなんか持ち歩ける Wi-Fi あるじゃん、あれを買った方が早いのか、それともギガをいっぱい買った方がいいのか、どっちがいいんだろうね。俺なんかアイドルさんやってないのに無限プランよ、そりゃうん、大人ですから大人ですから、そうね、だって私絶対ね、あのあれだよ、前まで3ギガで足りてた、足りてたもう言っちゃったよ足りてた、もう全然、もうなんなら余る月があるぐらいね、相当私は家で引きこもってたんでしょうね無限高いんよ、そう高いんよ、もうなんでポケット Wi-Fi、 そうそれと迷ってる、笑ってるけど、笑ってるけど、それで足りてた時期があったんだからね私 , 笑ってるけど、私それで足りてたんだからね、そう全然足りてたんですからね私はそう、じゃあ何ギガなら足りるんだって話だよね、何ギガがいいんでしょう。必要経費なんだか、のんちゃんの無制限プランの料金くらいおじさんが出すようだって出してもらおう毎月いやーもうね、今俺月、え、月間300ギガ以上使ってる、逆に何も、何に使ってるのそんなに、なえっえ、あ、外で動画見てる系、無制限だとね、そういうことができちゃいますからいいよね あ、ショールームも確かに食うかもしれない、ポケット Wi-Fi 埼玉つながる？大丈夫そう？だって知らない知りません、使ったことないもん、フリー Wi-Fi も基本使わないし待って、なんか痛い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 、怪我してないのになんか痛い、なんでなんで、怖い怖い怖い今日なんか目綺麗じゃない、自分で言うけどなんか色綺麗、なんか下茶色っぽくない、ちょっと気のせい、先月見たら180ギガ使ってた、50弱は使ってる、待って、じゃあ私何ギガ買えばいいの何ギガがいいんでしょうね。なんちゃんの好きなじゃがりこありますか、サラダが結局一番好き、ショールームのオリジナル画質で見ると1ギガあっという間だよ、いやでも私もそんな使いはしないんだよな、だいたい月100くらいあれば足りるかな、みんなそんな使うの、そんな使うんだ、のっちゃんのお目目はいつだって綺麗だよって顔してる本当に思ってるんだが、
顔の調子良くなりましたか？あ、おでこの原因が判明しました。あの固めるやつのせいでした。シューって前髪のやつ、そう、前髪前より薄くなったからおでこにスプレーつきやすいんですよ。あの隙間からシュシュシュってくっついちゃうから、それのせいでした。そう、それのせいであの私のおでこにプツプツができました。そうだからね、あの守らなきゃいけない、今後おでこを。私はそう、だいぶ薄くなった、薄くしました。ショールーム110回おめでとう。なんで警察行くの？あ、そういうこと？そういうことか。行かないです。何も悪いことしてないもん。またハゲの話してる。つるっぱげー。そう、でもそうやって言ってるとね、明日は我が身って言葉があるから。そう。明日は我が身って言葉があるので言わない。そう、ひどいだって。明日になって急に髪の毛なくなりましたって、ショールームやって、明日の公園でのんちゃんハゲてたら帰ります。帰んないで。帰んないで。帰る前に私出演しないわ、もう。多分あの全員で多分へってなるから。そう、12日のお話し会抽選全部外れました。大丈夫だよ、まだあるはず。こんにちは。そう、のんちゃん大丈夫って、大丈夫ないよってなりそう。どうしよう、昨日のさメイクしてる自分の顔見慣れちゃってさ、すんごいなんか見たくない。どうしよう、どうしようね。お話し会のネタ探します、お願いします。今日もベビちゃんで可愛いから大丈夫。可愛いって可愛い。なんかね、もうとっくに何時間も前に起きてはいたんだけど、なんだろうね、目の奥がなんか重い。眠いわけじゃないんですけどね。なんかね、別に眠くはないんですけど、まあ寝ようと思えば寝れますね。聞いて、昨日ちゃんと快眠できたよ。ちゃんと寝れたよ。12時前に寝れた、普通に。で朝の5時に1回起きて、いやまだいけると思って7時ぐらいに一回起きたんだっけ、また起きた。で7時半にちゃんと目が覚めた。うん、ちゃんと起きました。17期のことのお話し会で毎回若いねって言っちゃう。確かに、確かにとか言って。私の可愛いベビちゃん。そう、快眠、悪夢、え、なんかでも夢は見た気がする。夢はなんか見た気がするけど覚えてない、覚えてないから、まあ別になんかそんなあれかなっていう感じです。
まあ、どちらにしろいい夢じゃなかったな、覚えてる。なんかめっちゃ悪いわけでもないし、めっちゃいい夢でもない、なんかなんとも言えない感じだった。起きた時間、おそろおそろ中学生なら21時に寝ないと。そんな子いないよ、いないいない、相当いい子の家系じゃないといないですよ、そんな良い子の時間に寝る子なんかいませんね。いたら相当珍しいですよ。まるで優雅な中学生みたいな生活じゃん。今学生は普通の時間だと思うけどね、あの時間。そう、学校遠いなら多分5時起きの子も普通にいるだろうしね。最近の子は夜更かしよね。え、そうなの？前まではそんな普通に21時に寝てたの？平気で日付変わるまで起きてる人とかいますよ。いやだってさ、いろいろやりたいことがあるんですよ。かなりさん、ハート100個ありがとうございます。あの、夜行性だからさ、朝弱いんよ。そう、私は夜元気です。夜にあのやる気が出るから、夜に宿題もよくやっていました。もっと早くやれよって感じだけど。10時頃かな、中学生で瓦割ったりと忙しい。僕も夜行性だからめっちゃ上がる。お勉強とか、そう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 、私ゴールデンタイムが一番元気なんですよ。わかんない、あの昼じゃないわ、あの夕方から夜が元気です。だってもう学校じゃないっていう。夜はちょっとあれだけど、夕方と夜の間ですかね、元気なのは。やっていましたってことは今してないね。やらないと私単位取れない。宿題で単位を取ってきた女ですから。なんちゃんのお休み寝ないけどって何時に寝るのかなって思ってる。気分そんな決まった時間に寝ない私は。でも小学校でその時間に寝てないけど何時に寝たのって言われて10時か11時に寝ましたって言ったら遅いって言われて、じゃあ何時に寝たらいいのと思ってそんな9時に寝ないからと思ってもね、なら寝れるような宿題量にしてくれると思って、おバカでもすぐ解ける思ってました。学校は好きですか？あんま好きじゃないですそう、ひょうもんちゃんも夜行性です。好きな球技は何ですか？好きな球技？なんだろう。球技全般苦手かもしれない。あんま上手くない。サッカーは特にできない。球技で言う。球技じゃない。怒られちゃう。サッカー好きな人に。宿題で気分じゃない。単位を取ってきました。私がそう一番嫌いだったのはあの算数のプリントでした。両面印刷の、あれほど嫌いな宿題はなかった。なんかそれならあのワーク、あの見開き2ページ出された方がまだマシ
まだマシでした。そう、答えがないから合ってるかっていう保証もないし、なのに時間をかけてやらなきゃだし、次の日にこうやって一人ずつ答えを言ってかなきゃだから、そう、自分も言わなきゃじゃん、順番になったら。それが本当に嫌すぎてプリント嫌いでしただから私も嫌すぎてたまにもう分かりませんって、まあ本当に分かんなかったこともありましたけど、自信がないやつは言ってた。だって違いますって言葉嫌じゃんもう分かってたからと思って。そう、だからたまに中学になってからもうできる子が答えを書いていったり、もう先生が答えバーって言ってく時があるんですよ。それがすごく嬉しかったですね。小学校の時はなかったから。この教科は任せろ、すぐに宿題終わらせられるってのはあるの？なんか漢字のワークがあって、でも答えが書いてあるけど、なんか次の日この漢字やりますよみたいな漢字のあれがあって、中学あれやってました。あれは好き、普通にあれは好きでした。漢字のワークは好きだった。他はあんま好きじゃなかったでテスト期間ワークめっちゃ頑張ってた。そう、書き写すだけだからすぐ終わるし、でも次の日になんか覚えてるかみたいなゲームじゃないけど、自分のね単位をゲットできるゲームがあるから、そう、それのためにめっちゃ中学校ってさ、漢字のさ練習帳いらないじゃん。わかんない、学校によるかもだけど、小学校もいらないかもしれないけど、そう、私永遠にジャパニカ学習帳を持ってたからで友達に 見られて、先生とかにもわ懐かしいって言われたいやでも それで取れてるから、まあねって感じ。そう、ジャパニカ学習帳を未だに持ってるっていうそう、偉いねって言われるけど、私そのぐらいやらないとできないのって心の中で思いながら、うんって言いながらやってたそう、昆虫とかお花の表紙のやつずっと持ってる。真面目だけど結果につながらない。いや、漢字はつながったよ、漢字はつながった最初はできなかったけど、そう、ジャポニカって小学生が使うんじゃないの？いや、主に小学生かもしれないけど、そう、まあ、使おうと思えば誰でも使えるからそう、買ってた。いや、あれ使いやすいんだもん。だってさ、漢字書く場所もあれば振り仮名を書く欄もあるんだよ、漢字の横に。こんなに素敵なノートはないと思ってずっと買ってた。そう、振り仮名もあれ入ってたから使ってました。畠山ジャポニカのぞみ、新しいミドルネーム作らないでそうやってました。昆虫のなくなったんだ。まあ確かに苦手な子いるもんね。そりゃそうか。じゃあ虫じゃなくてあれか、花だけ。もそうやって世の中は狭くなっていくんだねいやでも確かにあれ昆虫でめっちゃあれだもんね、でかいとね。苦手な子は本当に嫌だもんね、ノートでも。こんなに素敵なノートそう、素敵なノートでしたね。そう、まだあるのかな、ちょっとここにはないかもここにはないけど、そう、使ってる。探せばあるかな、家か学校にあります。
小学校の時はよく昆虫を家に持ち帰って怒られましたまた持ち帰ってきてみたいな。だっているんだもんと思って庭に学校のところになぜかいるんだもんそういるからそう面白いじゃん。で、虫苦手な子がキャーキャーずっと騒いでましたね。こんにちは。ジャポニカのぞみでいけんでような。やだ。やだ。あ、わかる。解体強化のやつないと、うわーってなってた。そうだから、マスちょっとちっちゃかったり大きいの買ったりはしてたけど、でも結局いつも使ってるやつがいいってなるよね。わかるよ。ダンゴムシポケットに入れて、ダンゴムシポッキーはやばいやばいよ。え、なんかそんなに昆虫持って帰ってきても育てられるわけじゃないからもう虫、まあ、触らなきゃ死ぬっていうなら触るけど、最近コロナ禍で全然外出なくなって触らなくなったからセミ触れなくなったかもしれない。なんか羽の模様がちょっと無理になっちゃったけど、他は別にバッタとかなら触れる。バッタ捕まえて部活の外行かなきゃいけない時に見せたら怒られた。やめろってやめろって怒られた。怒られたっていうか、そうね、遊んでた遊んでました。セミこうやって持ってたよ、いっぱい。なんならセミ育ててたよ。あの、なんか返せるじゃん、なんかさ、あのセミの抜け殻の、抜け殻じゃないやつ捕まえて、あんま、まあ良くないけど、そう、育てられるんですよ。セミの羽化が見れるで見てました。なチューブラリンになってたでも勉強にはなりましたね。私カナブン生きてるやつ一時期めっちゃ探してたんですよ。なんかもう季節的な意味もあるんだろうけど、環境と、まあ、あんま元気のないのしか見たことがなくて、そう、なんか元気よく生きてるのが見てみたいなと思って一時期探してた時期もありましたね。あ、そう、網戸とかさ、あのそういう足引っ掛けやすい場所にあるとセミは、セミファイナル怖いから、そんな怖かった記憶ないけど、タマムシ私あんま見つけないかも。セミの丘は結構やるんじゃないあとセミの抜け殻さ、なんかつけたりしなかった服にしなかった、私だけ昨日なんちゃんからチラシもらったよ。お、捨てないでね捨てないでね。無料パートだけでいいから一回は見てほしいなセミの羽色が変わってる。そう、最初真っ白、そうくっつけてた。セミの抜け殻ね、なんか虫苦手だけどセミの抜け殻大丈夫って子はよくいた気がする。してないでね。え、だってさ、こいつからかよ、いらね、ぽいってやられたら嫌じゃん。ってそう、いや、受け取ってくれただけまだいい方か。そう。あ、クワガタ
クワガタは捕まえられたことないけど、カブトムシよく捕まえに行ってました。なんかだんだん年々捕まえられなくなっちゃって結局行かなくなったけど、なんかいっぱい捕まえてた時期もありましたね。懐かしい、ね、いっぱいあれですね、捕まえてゼリー買って見てましたね。懐かしい。チラシもらうときに頑張ってねってお伝えしたとよ。お、ありがとうございます、頑張りますなんかチラシ配るとき頑張ってねとか言ってくださる方いてめっちゃ嬉しかった。よしよしよしって配ってはいるけど、やっぱね、なんか言ってくれると嬉しいよね。ありがとうございますでももちろん嬉しいけど、頑張ってねはやっぱ嬉しい。私虫の中でカブトムシは一番触りやすいと思うけど、カブトムシが服についた時に剥がすのが怖い。足がもげちゃいそうで、それだけ怖かったな。触るのは怖くないけど。昨日公園行ったよ、たまたまのんちゃん前座会でラッキーでした。いい会でしたそもそもあれ声かけていいの？なんかめっちゃ声かけたりしなきゃいけない。一言二言ならいいと思う。なんかそれでなんかね、変なこと言わなきゃいいと思う。頑張れ程度ならいいんじゃない？そう、何も言われてないです、そこら辺は。カブトムシ、私わざわざ取りに行ってたんですよ。そう、懐かしい。カブトムシは目が可愛いですね。目が可愛い。最近見てないけど最近見てないけど、でもなんちゃん8やったかな。お、なんちゃんの全然チャレンジ難しい。まあそりゃねハンバーグは変なことに入りますか？わかん、入んないんじゃないいいと思う。そうそう、また再開しましたね、チラシ配り。いつの間に、そう、なんか昨日知ったあ、またやってるんだって思って。チラシくる？いや、全然皆さんチラシ受け取ってくださります。そう。なんか一人や二人受け取らない人いるかなって思うじゃん。ちゃんと受け取ってくれるの、全員。そう。今んところ、いらないですってやられたことないんですよ。やられたら悲しいけど。そう。みんなもらってくれるんです、ちゃんと。そう、嬉しい。そう、ゆきたん昨日ね、初めてだったみたい。いいけん、今じゃないけど、ファンミーティングとかあるから、多分それだと思う。そう。一回渡そうとしたら、ね、私たちが主役じゃないからさ、そう、チームメイトの先輩方に夢中になっちゃって、受け取りそびれそうになってた方がいらっしゃったんですけど、そう、ゆきたんが頑張って渡してましたあーって言って、そうだから全員受け取ってくれました。ファミ申し込んだから当選させといてね。私が権力者なの私が権力持った。まあ、まだコロナ禍だからね、難しいよね、そう、チラシ配りうん、下手の花道でチラシ配ってます。
ただ連でも配ってありがとうございましたって。ただ連だとさ8人いるから渡し方難しそう。そう、いやなんか昨日緊張しちゃって久しぶりの前座だったからな、めっちゃガチガチだった。すごいガチガチで、あらって思ったもん。でもなんかすごいアボカド歌い終わった後にすごい多分私今までで一番大きいぐらいの拍手もらって、あすごい優しいと思った。そう、私の記憶の中だとあんなに大きい拍手をもらえたことはなかった。そう、なんか今までで一番そうすごい最初からあったかく迎え入れてくださったし、最後の拍手がすごい大きかった気がした。気がしました。本当だ、 NG ワードだらけになってる。そうめっちゃ緊張した。だって1ヶ月ぶりぐらいかな、1ヶ月は経ってない、でもほぼ1ヶ月ぶりでした。最後に出たのがあの逆上がりだった気がします。ただれんは室長さんだらけだと思うのに、あ違う、前座の中で、前座の中で、それ自分たちを好きな人はさ、でもその推しのためにもめっちゃ拍手するじゃん。でも私たち前座で出てるからさ、まず知ってくれてるかもわからないじゃんね、よく思ってるかもわからないけど、そうなのにあんな大きい拍手をもらえたのはすごい嬉しかった。ね、室長さんなかなか増えないね。やっぱね、もうやっぱ外でチラシ配りをするくらいの勢いじゃないとダメなんですかね。全然やるんですけど、やっぱあのね、劇場じゃないからさ、受け取ってくれない人多そうだよね。本当だ、ばばちゃん聞こえてありがとう。唐突な結婚して本気バージョン。室長になりました。お、ありがとうございます。最近研究生みんな覚えた。お、じゃあ忘れないでください。よかった。地面に今の時代ね、ティッシュならありがたくもらうんですけど、チラシだとさ、カバンちっちゃい女性が多いからさ、入らないのよ、折らないと。で、あんまもらってくれる人はそういう意味でも少なそう。昨日お兄さんいたけど話せた？なんか、直接いっぱいは話してないんですけど、少し話せました。あの、皆さん覚えてますか？あの、生写真を買ったんですよ。それ買ってるのをゆきたんが昨日知って、そう、大西さんに、のんちゃんが持ってるんですよって言ってくれて、そう、それでちょっと話せました。そう、ピタロウさん、バラありがとうございます。12時になったらやめるんですけど、12時前に1回ミュートが入ります。そう、
かばん小さいから泣く泣く折りました。やっぱ今の時代だとね、チラシが入る大きさだったりさ、クリアファイルを持ち歩かないもんね、あんま。言えばよかったのに、いつもショールーム配信の通知を楽しみにしてます。いや、なんかもうそこまで言うとなんかストーカーばりにキモいって思われそうだから言いませんでした。でも昨日ちゃんと星は投げてきました。99個。投げてきました。ポポポポポって。そう、投げてました。私逆に荷物無駄に大きいんだよね。だからなんか、なんでみんなそんなちっちゃいカバンに入るんだろうと思って。最近だとさ、もうペットボトルですらなんかもう入らないみたいなあってさ、逆に何が入るんだろうと思って。お財布とかもう本当に必要最低限しか入れないんだろうね。チラシもらったら折っていいですかって聞くね。折らないでくださいって言うね。じゃあメンバーの顔が折れないようにって。僕は4回公園に入って前座、いやでも前座もそんな、ね、最近頻繁にはない気がする。緊急性公演写真買って帰るからカバンにハードケース入れて。お、さすが。さすが。やっぱそうだよね、そうだよね、そうだよね。大きいな、もう。え、会社行くときも手ぶら。え、すご。私もう常にリュックなんだけど。なんか友達とちょっといい感じのとこ行くときは、前みたいにイルミネーションとかね、行くときはちっちゃいカバン持ってたけど、あの時初めてちっちゃいカバン使って、なんでみんなこれでそわそわしてないんだろうって思いながら持ってた。この間申し込んだけど緊急性交当たらなかった。もう一回やってみ、もう一回やってみよう、もう一回やってみよう。芸人さんが小さいショルダー見て、お稲荷さんは2個しか入らないって言って笑った。でもそのぐらいのレベルの小さいやつもあるもんね、最近思う。そう、何回も申し込む。お、待ってます。でもね、なかなか荷物は減らせない。なんかさ、やっぱなくてさ後悔するより、あってさ荷物多いなっていう後悔の方がいいなって思って、その精神でめっちゃ多くなっちゃうんですよね。買いすぎたとかじゃなくて、ありすぎたはあるけど、小さいやつ可愛いけど、可愛いけど私には向いてなかったみたい。遊びに行きます、待ってます。ジロリンさん、お手紙ありがとうございます。あ、わかるわかる。ぬいぐるみものんちゃん持っていかないといけないもんね。そうね、クマのぬいぐるみを持っていかないといけない。クマのぬいぐるみを。そんな小さいカバンの悩み男にはない。ないんだ。あ、そう、カバンもカバンで私は悩みがある。なで方。そう、だから、ね。平行になりたい。
17機で荷物が多いのは私かゆきたんか、ゆきねえはカバンがちょっと大きめのだけかな、わかんないけど、そう、私ゆきねえが持ってるくらいのカバンの大きさが欲しいってずっと言ってる。ゆきねえ、そう、ゆきねえに行ってどうすんだよって感じだけど、そんぐらいの大きさがいいんだよねってずっと言ってました。荷物は減らせるけど、のんちゃんへの愛は減らせない。いいこと言った、いいこと言ったわいいこと。じゃあ、なきゃ誰がミニマリスト、誰が誰だろう。でもホテちゃんはちっちゃいカバンよく持ってるイメージ。前に大丸行ったらめちゃくちゃカバン大きい17機おったんやけど、多分私ですね。そう、あの時ちっちゃいカバンも使うっていう概念がなかったから大きいカバンで行きました。多分私、わかんないけど、違かったとしても私も大きいカバンで行った多分私、あれサイン書かなければわかんないと思う。いや、わかんないと思う普通に紛れられたと思うよ。で、帰りにそう田口さんとかとお会いしたんですけど、そう、よく私ってわかったなと思って、後ろ姿ですごいなって思った。しかも帽子もかぶってたの。その時ちょっと帽子ブームが自分の中であったから、よくわかるよね。私わかんなかったもん。もう誰にトンってされたんだろうって思って振り返ったら、そう、田口さんと道枝さんだったんですけど、そう、先に私とキョキョネが佐藤みなみさんを発見して、違うかなみたいな、ちょっとチラって見てたら、そう、来たんですよで、はぁってなったすごいよね。大丸の時はそう声かけてくれましたそう、声かけてくれました。嬉しかった。あの時初めて声かけられた。そう、応援してますって言ってくれた。いや、カバンには名前書いてないですね、なんか気づきやすいみたいだね そう、後ろ向くまでへっと思ったもんあ、私みずみんとは行ってないから、じゃあ違うかも。私小浜ここねちゃんと一緒に最初行って、で、帰りにあのさ、あれデパ地下って言ったらいいのかな、デパ地下、うん、違うの、なんかさ、デパコスコーナーあったじゃん、そこ見てたんですよ。ちょっと買えるお金は持ってないけど、チラッと見たいなって言って、そう、で、その時にあーってなりましたなんかファンの方に肩叩かれたっていうより、あの、友達とかでさ、よくさ、トントントン、うわーみたいな感じあるじゃんなんか驚かせるみたいな、そういうあれかなと思って、そう、びっくりした大丸みずみとゆきねえには遭遇した。お、あ、じゃあめっちゃいいじゃん推しと遭遇。え、わかんない、みずみん誰と行ったの、ゆきねえ、あ、じゃあゆきねえかな。ファンで急に肩叩いてくるのはやべえぞ。いや、なんかさ、あのーって言えなくてトントントンってそう、人も多分いなくはないじゃん。トン、これ、あ、なんかこうやってこうでしょ誰だっけ、なんか誰かにやられた気がする17件。
そう、友達同士ではやらないけど、やった気がする。あ、一回雪ないと所長来てたんだ。へえ、知らなかった。いや、わかんない、どうなんだろう。いや、覚えてない、もう誰にやられたか。みずみんかな、誰だっけ。忘れましたね。12時にランキングを読みたい。ですね。もう髪がさ、ボッサー。なぜかというと、さっきまで寝転がってたから。早めの時計が、そう、ミュートの後にランキングです。一人で顔やってるから、また鳴ってますね。配信が終わったらまた寝転がるのかな。イエス、その通り。寝転がります。スマホ充電したい。ね、もう、いや、寝はしない、寝はしないけど、寝転がってゴロゴロします。そう、寝ると夜寝れなくなっちゃうからさ。そう、なんちゃんは寝ながら下のイメージトレーニングだね。そう、明日公演よ。明日公演。あー、もう、どうなりますかね、明日は。ごあいよそう、だるい感じのセリが何気にちょっと怖いんですよ、私。高所恐怖症とかそういうのじゃなくて、あの、後ろ見て、あの、動いていい時もあれば、あの、振り的にもう後ろチラって見れないから、そう、足気をつけなきゃいけないのあって、ちょっと怖いんだよね。そうだ、たまにつまずいて、おっと危ないってなってるもん、一人で。だから、あ、ミュートします。はい、しばらくお待ちください。やばい。ラブ注入、懐かしい、あったね。なんだっけあれ、何の CM、 なんか芳香剤だっけ、なかった。え、私あの時幼稚園生ぐらいだった気がするけど、なんか、あの、よく流れてましたね。いや、懐かしい、ラブ注入ね。そう、ドドスコのやつ。懐かしい、懐かしいわ、そりゃ懐かしいね。ドドスコ懐かしいわ。え、なんかそうだけどさ、え、 CM あったよ、絶対 CM あった、あった、絶対あった。え、あったよ、絶対。え、違うかな、それはまた違うの。え、あった気がする。
CM なかった？それはじゃあ違うやつなのかな。あったよね、あったよね、あったよね、そうだよね、 CM やってたよね。そう、なんでこういう記憶があるんでしょうね。そうね、ほらね、ほらね、そう、私の言ってることは間違ってない。そう、あったんですよね。懐かしいですね。というわけでランキングを読みたいと思います。ちょうどプリキュアとかやってた時間帯によく流れてた気がする。気のせいかな。じゃあ読んできます。13位、ケネスさん、ケネスさんありがとうございます。12位が八戸さん、八戸さんありがとうございます。11位がクジラさん、クジラさんありがとうございます。10位が小賀健さん、小賀健さんありがとうございます。9位が健吾さん、健吾さんありがとうございます。8位がキャモちゃん、キャモちゃんありがとうございます。7位がレイレイさん、レイレイさんありがとうございます。6位が中地さん、中地さんありがとうございます。5位が和也さん、和也さんありがとうございます。4位がムーさん、ムーさんありがとうございます。3位がババちゃん、ババちゃんありがとうございます。2位が斉藤もげたさん、斉藤もげたさんありがとうございます。そして1位がジロリンさん、ジロリンさんありがとうございます。ありがとうございました。それではハンバーグをやって終わりたいと思います。それではハンバーグって言ったら大好きってやってください。いきます。ハンバーグ大好き。はい、ありがとうございました。というわけで、どういうわけなのかわかんない。バイバーイ、ありがとうございました。ちょっとこれすごいな。バイバーイ、ありがとうございました。